車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは浅井店長です。浅井です。よろしくお願いします。浅井さん久しぶりっすね。久しぶりですね。土井全然来てくれないから。いやもうすぐ来ますから、はい、本当に。というわけで浅井さんとの久しぶりの紹介ですけども、はい、そんな紹介する車がこちら、はい、BMWM70i7。 最近なんか7シリーズ勢いすごいですね。そうですね。うちでも結構、まあ、名古屋店も飯村店長のもそうですけど、7シリーズでカスタム依頼結構増えてきてるというか多いですので、やっぱり非常にデザイン自体はね、やっぱり賛否両論あるかもしれないですけれども、完成度が高くて購入される方は多いですね。でカスタム依頼される人も結構多いので、まあ、結構弊社でも入庫人気の車種ではあります。正直僕も最初初めて7シリーズ見たときは結構ギョッとしたんですけど、うん、なんか見慣れたらめっちゃかっこいいんですよね。まあ、最近はさすがに市内でもね見られますけど、はい、まあ俺らの知ってる E32 とか38の時代の BM とはもうまるっきり違いますよね。そうですね。だってそもそもこれ M70 M がついてますけど、エンジンない、これ電気自動車。電気自動車、俺最初ハイブリッドだと思ったんだけれどももう完全に電気だから、エンジンもない BMW ですから、だからもうだいぶ世の中は変わったんだなという気はします。だからところどころ M テクノロジーが、あ、そうですね。だからこの辺バッチもついてるし、はい、まあ、本当残ってるのキドニーグリルだけじゃねえかっていう確かに本当にそのぐらい、はい、様変わりしてる感じになります。そしてもうこの純正でも非常に押し出し感の強いエクステリアですけども、はい、今回カスタマイズしたということで。そうですね、やっぱりこういうオーナー様ですので、より個性を求めてされる方は多いです。だから本当に前の G11、G12 とかよりも本当に G70 の方がもしかしたらカスタムの色が多いぐらいかもしれないですね。なるほど。そうです。で一応フロントはさっき言ったように M70 なんで、まあ、基本 M バンパーなんですけど、はい、フロント下にこちらマクストンデザインのフロントスポイラーですね。これすごいっすね、なんか迫力が。そうですね、まあまあ純正のデザインにもマッチしてますし、 G707 シリーズで一番最初に発売されたエアロ。あ、そうなんですか。ドイツのローカーズとかでも結構オフィシャルで動画見てて、結構それを見てこれがいいっていうお客様が出てて、一番やっぱ開発も早かったし発売も早かったんで、よく売れてるエアロになります。今でこそね、他のメーカーでも開発とかしてましたけども、これが一番早かったので、まあ、よく売れてるメーカーですね。非常にボリューム感もちょうどいいですし。そうありますし、なんかあまり尖りすぎてないというか、そう純正のデザインによくマッチします。はい、確かに純正のラインがなんかちゃんとなんか残ってる感じですよね。そうですね。でこれね、実はこれ黒、はい、ボディバンパーはグレーなんですけど黒なのが、まあ、これがボディがね、実はこれツートンなので、あえてここは、あ、なるほどなるほど。だここ同色にしちゃうか黒にするか、そうそう、ちょっと悩むところだと思うんですけど、まあ、これは後でも言うんですけど、フロントサイドリアってついているので、サイドとリアがね、黒が純正で入っているので、まあ、それに合わせてフロントは黒くしました。繋がるようになってると。そうです。こんな感じでもいい感じでしょ。確かにすごい迫力ありますね。濃いグレーなので、ちょうどこのフロントスポイラーの感じもいいかなと思います。はい、そしてもう一個ポイントなのは、マックスのこれ樹脂製なんですよね。樹脂製、ABS 樹脂だったっけ。なので、まあ、一応まあ、フィッティングとかね高いですし、まあ、よく作られてるのかなと思います。そうなんです。フィッティングめっちゃいいんですよね。フィッティングはね悪くないですね。なんか純正やろかっていうぐらいバシッとついてる。これもともと黒なんですけど、日本で黒く塗り直してます。あ、なるほど。やっぱ耐久性も、そう、ヨーロッパの黒ね、やっぱり純正もそうですけど、やっぱ色飛びとか結構あるんで、まあ、そこはちゃんと日本で塗り直して、装着してます。でボンド大阪だとカーボンパーツとかもさらにクリア塗って、まあまあまあ、ちゃんとしたメーカーだったらね、そのままでもいけるけれども、はい、ちょっとカーボンでもツヤがうんっていう時はやっぱり塗り直しますね。まあ、その辺やってあげると耐久性もアップするアップしますし、はい、やっぱり、うん、メーカーによってカーボンのあれ、カーボンもさクリア、はい、ちゃんとしたメーカーはね、はい、何層もしてるけど、はい、してないメーカーもあるから、そういう時は日本でちゃんと、しますね。その辺の仕上げもしてあると。はい、あとなんかこの辺もさっき聞いたらちょっと変わってるということで。そう、エンブレムも、もともと i7、まあ、i 系はこのブルーが、ね、入っているので、まあ、これは標準グレード用のを取り寄せて、まあ、ブルーのラインをなくしました。 BM ブルーなんですよね。 BM は、i 系はブルーですね。ポルシェだとなんか黄緑がハイブリッドに入ってたりとかしますけど、それを、まあ、モノトーンなんでなくしました。まあ、これは飯村店長がやってたので飯村店長を参考にさせていただいたという感じです、ね。なるほど。はい、というわけでちゃんと飛山のカスタマイズもしてあると。はいはい、だいぶ前これだけでも、ね、引き締まった感じで、はい、引き締まってますね、なるかなと思います。もともとこれブラックライン、オプションのブラックラインなんで、ウィンドモールとかグリルとかメッキパーツとか、そうメッキパーツもともと黒くなってるやつで、これもね純正ですけどもともと黒くなってるので、すごく、黒とグレーのツートンで綺麗かなと思います。そして今回のお車ポイントなのはこのツートンボディ、はいはい、というわけでこれ下がグレーで上が黒系なんですかね。はいはい、両方メタリックなんですよね、よく見ると、ね、
あ、グレーもメタリックなんだこれ。そうなんですよ。あ、本当だ。でこのグレーもなんかちょっと 金色みたいな、入ってますね、メタリック入ってる、絶妙なすごい高級感のある色合い。だからこういう色を作られるとね、ボンドボディとかペインターは大変ですよね。現場は確かに朝食大変そうです。大変です、はい、そしてそんなお車に装着したタイホイールがこちら、まあ、これがもうメインですよね、今回の、肝となるポイント、MV4JIT VL70 MV 今めちゃくちゃ勢いありますね。そうです ね今回もいろんなことというかね、注意しないといけないポイントももちろんアメタンなんでありますが、はい、やっぱデザイン性はすごく高いので、でさっきツッチーも言ってたけれども、VL70 結構弊社でも取り付けはしてるけれど、今まで3ピースが多かったのね、はい、だ今回あえてワンピースこれワンピースにあんまり見えない。あ、確かにこのフランジのところにこの溝が掘ってあるというか溝があるのが、うん、特徴的なんですけど、これのおかげでなんかのべっとしてないというか。そうやね、だからお客さんもこれやるときにまだワンピース作ったことがなくてどんな感じになるかなって心配だったんですけど、想像通りいいデザインでこうできてきましたよね。あとワンピースメリットなのは軽く作れるんですよね、まあ、軽く作れるし、やっぱりビスで留めてないから、まあ、ブレだとかね、はい、そういう今後心配も剛性も高いので、僕はね結構ワンピース好きなんでワンピースでやることは多いですね。だからデザイン性というか、まあ、デザインの自由度が高いのは2ピース3ピースですけど、はい、まあ、ワンピースでも納得のデザインがあれば、ね、ワンピースっていう選択肢は割とメリットもあるのかな、はい。そして今回コンケーブもなかなかしてます。そう、だからコンケーブこんだけしたからちょっとね一個んってことが あったんですけれども、はい、ちゃんと無事解決しました。それ言っとかなくて大丈夫ですか。あ、別にこれねボルトがねこれポコってやったらボルトがもちろんあるんですけど、はい、コンケーブしてるってことはボルトのクリアランスが全然なくて、すごいコンケーブさせて多分取り付け面が薄くなってるんですよね。取り付け面が薄いんで、はい、ボルトが、車外のボルトだと長くて蓋が閉まんねって、まあ、はい、マイナートラブルはつきもんですので、まあ、どうしてもアメタンってワンオフなんで、そうですね、まあ、その辺ちょっと帳尻を合わせる必要が出てくる場合がある。そう考えたらこれもだって世界に1台だけの、ね、まあ、そうですね、ワンピースの VL70 って、はい、そういう楽しみはありますよね。ちゃんとそれに適合するボルトしてちゃんと収まりましたので大丈夫ですよって感じです。そしてあと今回はこのポリッシュ仕上げということで、フルフルのポリッシュ、あ、そう、フルポリ、ブラシドとかしてフルポリウィズ、穴の中もそうですね、あ、そうですね、はい、ウィズクリアね、クリアだけはちゃんと生仕上げじゃなくてクリアはちゃんと上からやってますよ。ちゃんとクリア拭いてあげると磨く必要がないんで。そうですね、はい、生ポリッシュは本当に稀にいらっしゃいますけどね。もう本当に車こう慣れるような人じゃないと、はい、雨降ったり一回多分遠出するたびに磨かないといけないんで、ね、あれは多分弊社のオーナー様とか、はい、やっぱ安心してあれは売れないですね、生ポリはまあもう生ポリのその味もありますけど、ね、まあありますけどね、はい、普通に乗られるんであれば普通にクリア拭いてもらった方がいいのかな。そうです。そしてあとはセンターキャップが今回回らないタイプということで、そう、フローティングの MV4JIT、はい、ロールスロイスみたいなやつですよね。そうですね、はい、こちらの仕上げになって、であと今回ポイントなのはこちらタイヤ255-35-22を装着してるんですけども、このタイヤがなんとアルピナ認証タイヤ。アルピナ認証タイヤ、まあでもみんなこれつけてますけれども、まあ、このタイヤしかないっていうね、サイズ的に漏れなくこれになっております。ただアルピナ認証タイヤだったらもう安心っすね。まあ安心ですよね、はい、まあ、だからタイヤはね結構皆さんいいのつけてたりするので、まあ、これは今回はね、ピレリ選んでますけれども、なってます。で純正がまあ21インチなので、アルピナやったら22インチなので、まあ、このタイヤサイズがまあベストマッチかなと思います。なので静粛性だったり、そうですね、はい、さっき一周しましたけどすごく乗り心地もそんなにね、悪くなかったので、間違いないやつですね、まあ、純正も21なんでね、まあ、21、はい、22はそこまでね乗り心地は差はないかなと思ってます。そして今回しっかりローダウンもされているということで、そうです、指2本ぐらいになってますけど、はい、これはまあうちでも大人気のロアリングキットではなく ASC アクティブサスペンションコントロールという、まあ、スマホでねやる、まあ、いわゆるエアサスコントローラーを装着させていただいてユニットに割り込ませてスマホで、多分今写真出てると思いますけどスマホでコントロールするようなやつで、まあ、ちょっと今日撮影なんで落とし気味にはしてますけれども ASC で、ね、車高を落としてます。それスマホ操作でワンタッチでこう走る車高にしたりとかっていうのも簡単にできます、ね、まあ、ワンタッチとかスクロールでこう、はい、車高を選んで、できます。だから停車中とかねイベントの時はこう低くしたりだとかそういうのもできますので、というわけでそんなのを使ってしっかりローダウンもされていると、はいはい、そしてあとは横も本当にメッキパーツほとんどないんですね。そうですね、まあ、元々この辺は、メッキじゃなくてね、ブラックライン仕様になっているのでこの辺は純正で黒なんですけれども、ドアノブとかねこの辺黒なんですけど、ここもねサイドスカートのこの下部分が黒いので、はい、だからまあこのマクストンのサイドもちゃんと黒でペイントで仕上げましたよっていう感じですね。これサイドスカートも全部黒じゃなくて上グレーで下黒のこのツートンになってるんですね。こっからこうなってるね、だから
でマクストン足してあげるとなんかすごい大きいサイドステップつけたみたいな。そうですね、ボリュームもあるので、はい、まあ、デザインもねフロントからの流れです。すごく洗練されたデザインなんでいいかなと思いますね。そして現行7はなんとロングしかないということで、あ、そうそう、漏れなくこのだから俺らの時だったら750IL だとか、はい、E3238 の時やっぱ L760 とか、はい、L ロングと思ってたじゃん。でやけど G70 でサイドスカート頼むときに最初とかね、最初の車とかで頼むときにロングとショートってないんですかって聞いたらもう今 G70 はもうこのワンサイズしかありませんみたいな。何言ってるんですか浅井さんって。そうなのって言って、はい、知らないじゃんそんなの。というわけで漏れなくこの長い迫力のあるサイドスカートになってると。そうですね、はい、そして後ろも同じようにこの MV の VL70、なんかコンケーブの具合もなんかフロントと似た感じですね。そうですね、だからフロントも結構ねオフセット稼げる、小さい、はい、数字になるので、まあ、比較的、フロントもコンケーブさせてリアもコンケーブさせて、まあ、その辺はねあのアメ玉勝手にやってくるので、なかなか、まあ、その分あのボルト問題とか出てくるんですけれども、まあ、その分かっこよく仕上がってるかなと思ってます。この逆反り具合でも全然見え方違いますからね。そうやっぱりねこう円盤なんで、はい、こうなってるだけでやっぱりここね見た時のこういうやつがさお客さんもこういう映り方がさやっぱ写真見てでもかっこいいってやっぱりこのデザインを選んだ理由でもありますよね。そしてリアは295になりますけれどもリアも同じくアルピナ認証、アルピナ認証ですね、はい、でちゃん と、空気圧センサー、はい、BM もね、最近空気圧センサーが標準でちゃんと、そうなんですよね、昔はね回転センサーで撮ってましたけど今はちゃんと組み込まれてますし、はい、JWL もちゃんとホイールの内側ではありますけどあのちゃんと刻印ありますので、まあ、そういう意味でも安心して乗っていただけるかなと思いますね。というわけでこんな感じリアも結構下がってますね。そうあの撮影用です、はい、まあ、でもこれでも走れることは走れます。で SC はあの前後で個別に調整もできるんですよね。だからちょっとね今リアを落とし気味にして、はい、かっこよく、しております。そして後ろに回っていくと後ろも結構迫力のデザインですけども、はい、これが手間がかかるというか、まあ、手間はかかってるわけではないんですけどM70 実はリアのこのディフューザーとかバンパーの形が違ってて。そうなんですね。そうリアディフューザーつけれないの。専用デザインってことですか。そう専用デザインになってるんで良くも悪くも専用デザインなんだけどエアロメーカーにしたら、つけれない。でそうするとお客さんフロントサイドだけでリアないのちょっと連続性が、ね、やっぱなくなってしまうので、まあ、それは嫌だということで、まあ、わざわざここを740のパネルに交換して装着させていただいている感じですね。じゃあこっちのバンパーは共通ってことなんですか。こっちのバンパーは共通、まあ、M スポーツなんでいわゆる、まあ、M バンパー、はい、でこっちのパネルが i7 と、まあ、70と他の740は違うので、まあ、ここのパネルをわざわざ移植してでマックストーンをつけてるでちゃんとここのねブラックもなるほど。これ標準グレードメッキなんですけど、はい、これもちゃんと元々黒いやつをちゃんと取り寄せて交換してその下にエアロデザインだってここがねここまで黒いから元々確かにだからここを合わせて、はい、フロントリップサイドリアは、グロスバックで統一させていただいてエアロは、ね、統一させていただいてますよって感じですね。リアもなかなかの迫力ですね。そう、綺麗ですよね。そして上に行ってここは僕知ってます。あそう、はい、分かった、はい、ここ漏れなく青くなるんですよね。そう漏れなくここもね中が青くなるのでここも黒くさせていただいて。これペイントですか。ペイントです。なるほど。でこの案はもちろん飯村店長の案を参考にさせていただきます今日随分持ち上げますね。大丈夫ですか。いや確かにあの昨日会ってたから。あなるほど。昨日あの葛飾で会議だったんで飯村店長と一緒にいたのであのそれだけです。なるほど。深い意味はありません。というわけでちゃんと引き算のカスタマイズ。そうですね。その青を引いたりメッキを引いたりとか。でもねグレーと黒でかっこいいでしょ。で足すとこはちゃんと足してエアロタイホイールだったりちゃんとリアもねこれでねリアねあのこれなこれリアも740に変えてるんですけど。あそうなんですか、はい、これもね国内なかったねまさか。へえ国内はあの本国トリオスですか。本国トリオス俺あのなかなかご存知の通り品番の鬼だから、はい、もう全部品番これもね全部分かってるんだけど、ね、品番の鬼車検の鬼なんで。あそうそう、まあ、多分品番と車検は浅井さんボンドグループで一番詳しい。品番は詳しいでしょなるほど。というわけでこの辺もしっかり変えてある。そうだすごいカスタマイズされてるのにフォーマルさが残ってますね。そうですね。だからまあもともと派手な車ではあるんですよ。でこの皆様ねもともと740これが来るまでの、はい、つなぎでつなぎで乗ってたんだけど、はい、M70 は納車されたらもうこのスタイルにしようってもう思っててもうこんな感じでスタイルに仕上げた感じですね。そして毎回恒例、はい、内装はカスタマイズしてないんですけどもそうです、ね、僕の興味本位で見せていただけるということでどうぞ。70すごいっすよね。なんかね
まあ、ドイツ車らしく黒でまとめられてはいますけれども、やっぱりロングだからこう足元広い、ね、めっちゃ広いんですよね。メリノレザーのフルレザーです。すげえ。そしてこのドアにはこの液晶がついてるやつ、ローラーブラインド、そして天井あれですよね、つぶつぶがついてるサンルーフと、この降りてくるモニター、あ、モニターもついてるね。そう、普通なんかサンルーフついてたらこのモニターつけらんないとかありそうじゃないですか。本当だ。そう、サンルーフついてるのこのバカデカモニター、あ、もう家のテレビかっていうぐらい、すごい、すごい、俺これ知らなかった、はい、これ降りてくるんですよね。へー、ちょっと詳しく紹介したいんですけど、はい、もう分かりません。だってここ、はい、いる、すごい、ここもスマホぐらいの、スマホぐらいありますし、はい、詳しく紹介したいんですけど、これ僕らの仕事ではないので、はい、僕らのね、はい、あれではこれちょっと BMW さんの、はい、この辺のオフィシャルのを見ていただいた方が、これかっこいいっすね。すごいですよね。だからこの内装とか、まあ、この辺純正でだからちょっと洒落てるのとか、これハザード出したらなんかこう光るんじゃなかったっけ。あ、そうなんですか。あ、ほら赤く、本当だ、うん、ね、すげえ、ね、でこれドア開けるときに後ろから車来てたらこう赤く光って、あ、なるほどなるほど、こうピピって注意してくれたりだとか。でもこれさ、俺思ってたんだけど、はい、エアコンの吹き出し口ないよね。あ、確かに、どうなってるんですかね。あのね、ここの隙間から風が出てた。だからね、あの調整とかできねえっつって、できんのかな、ちょっと分かんないですけどね。でコントローラーもこのクリスタルっていうか、クリスタルです、こちらになってると。もうすごいですね。もう僕らの思ってた BM とは全然違いますよ。でも確かにこういう電気のハイテクなのと高級なのってなかなかこう難しいと思うんですよ、組み合わせ。どうしてもフル電気になるとチープな感じになりがちじゃないですか、おもちゃ感というか。浅井さん何やってるんですか、はい、あ、これどうやってやるの、グイッ、あー、離さないといけない、はい、これもなんとドアも自動、はい、これもこれ前もです、あれですよね、はい、これはですねちょっとグイですよ、グイ、はい、あ、もっと押すの、離す、押すとこが悪いのか、はい、あ、長押ししすぎたね、はい、だから開けるときも自動でビューンって開くんだけど、ここに物があったら止まる。あ、そうですよね、ここにだからセンサーついてるんですよね。あ、そこだ、そこだ、横のセンサー、ここにもセンサーついてるということで、すごいよね、すごい、ドアぐらい自分で開けますよってね。確かにいや確かになのかな、分かんないですけどそれ言っちゃ元も子もないですが、現行なのこんな進化してるんです ね、 ね、すごいですね。だから一方メルセデスは S クラス、うん、あの EV と分けちゃったじゃないですか。あ、確かに、うん、EQS で分けちゃったね。若干失速してあの EQ シリーズなくなるみたいですよ。あ、そうなの、らしいです。 S に統合されるらしいですよ、EQS を。そういうことか、らしいです、まあ、それでやるほどでもなかったっていう、統合したいみたいな感じか。で一方 BMW はもう既存のモデルのトップレンジに EV を組み込んでリリースしてきたって。そういうことか、ね、はい、7の一番高いやつですからね、これヘッドライトもかっこいいよね、よいしょもうカスタム紹介って言ってたのに、ただの純正、はい、純正紹介です。純正の7の紹介ご覧ください。すげえ、グリルもこの光るやつですもんね。わ、すごい、なんかこうふわふわふわ。いや、これは特に車カスタマイズ好きな方とか興味をそそられるの分かるっす。よりこう個性的に仕上げてみたいとか、なんかいじりがいがある。そうだからね、新型7シリーズさっきも言いましたけど G11 とかよりもうち入庫台数が多いっていう、お嫁が多い、多い、かっこいいですよね、ほらほら、すごで、こっちが LED ヘッドライトか、ね、いいですね、ギョッとは思うけれども、はい、やっぱり見慣れると、あ、新しいのってかっこいいなって、確かに思いますね。いや、これだいぶかっこいいですね、はい、じゃあもう7のデータバッチリですね。そうですね、はい、エアロもホイールも、まあ、この辺はバッチリかなと。でまたツートンいろんな色ありますからね、仕上げ方によって、ね、まあ、いろんな仕上げ多分できると思うんで、うん、青とかもありますもんね。だって、あ、確かに青とかね、また難しそうだね。そうですよね、オレンジ色みたいな色とか、今日走ってましたよ。 あすごいね、あの辺とかいじったらもっと方向性の違うカスタマイズができるんじゃないかなと思いますんで、ね、まあ、これはこれでね、フォーマルなんで本当に、はい、嫌味なしでかっこよく乗れるかなと思います。純正パーツの鬼浅井さんにご相談いただければ、そうです、いろんな純正パーツ流用とか、まあ、純正パーツを使ってプラスアルファのカスタマイズも。そうですね、だからグリルとかも結構初期の頃はね、黒のやつ多かったですし。あ、なるほど。でもね、 BM のねパーツはねちょっとね見にくいのは、ベンツの方が簡単っていう、これはどうでもいい話ですけどね。
というわけで今回こちらのお車をご紹介させていただきました。はい、じゃあ最後になりますけど、はい、いかがでしたかって聞いてください。はい、あ、いかがでしたか。いや7はやっぱりかっこいいっすね。ね、いろんなのが見たい。まあ、それこそさっき言ってね、今いろんな色もありますし、まあ、俺らの知ってた時代のロングとかね、 750iL とか憧れてた時の7ではないですけれども、これはこれでやっぱり新世代の BMW の7シリーズなんだなと思います。でこのオーナー様も、まあ、さっき言いましたけど、この前はね、まあ、740乗っててタイカも乗ってたんです。あ、そうなんですか。やっぱりガソリンこう電気比べてどうですかって言ったら、やっぱり、まあ、電気が好きなお客様はやっぱタイカ乗って、やっぱりあの BM の電気乗車次乗りたいなみたいな形だったので、まあ、電気乗車で乗り継いでいく人もいますし、逆に僕らね、電気乗車になったらカスタムなくなるんじゃねえかだとか、もういじる人いねえなんじゃないか思ってましたけど、やっぱり i7 でもカスタムの依頼してくれるのはすごく嬉しい限りですし、まあ、意外と僕らもまだまだやれることは、いろいろあるんじゃないかなと、思った次第ではあります。いろんな可能性を感じました。そう、可能性はね、今後ね、まあ、もちろん完全電気はどうなっていくのかは、もちろんボルボも最近発表されてどうなるかは分かりませんけれども、まあ、ただいろんな可能性がある中でね、僕らちょっとでもお客様の、まあ、個性的な演出をするお手伝いをさせていただければいいかなと思います。じゃあ EV でも珍しい車、はい、こんな車いじれるのっていう車でも、はい、お気軽にじゃあ浅井店長にご相談いただけると、はい、いろんなものが多分提案できると思いますので、ね、テスラは嫌だけどねなんでテスラダメなんですか。いや、あの知ってるでしょ、テスラの部品供給網が。いや、まあまあそういうのもありますけど、まあ一回相談してもらった方がいいのかなと思います、まあね、というわけで今回はこちらご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。